はい、6月8日水曜日、時刻は4時30分を回ったところです。この番組は宜野湾市 PTA 連合会、略してシピーレンが宜野湾市内の小中学校の様子、 PTA の活動、子どもたちの活動のなどを楽しくお伝えする番組となっています。ラジオをお聞きの皆さん、 FM 宜野湾のホームページから動画なども見ることができます。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。メールお待ちしてます。やったー。はい、今日の担当はまたまたこの親子とラジオのお聞きの皆さん思われるかもしれませんが、私、普天間小学校 PTA 会長中地真由美と、4年1組中地キララと、はい、FM 宜野湾のお姉様、はいはい、はい、FM 宜野湾ゆきです。はい、ゆきさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は女子トークで楽しく30分お願いいたします。はい、お願いします。はい、今日のテーマなんですが、今日のテーマは言葉。そう、言葉、クガニ言葉っていうのが最近ちょっと流行ってるんですが、わかります、ゆきさん？はい、格言みたいなものですか？そうですね、ことわざで、うん、小金の小金黄金って書いて、はい、クガニ言葉なんですが、そういったお話ちょっとと、あとせっかく小学生もまた久しぶりに来てますので、はい、あのコーナー何だった？楽しく本を読もうのコーナーもお送りします。今日も盛りだくさんでシピーレンの番組をスタートします。では一旦 CM をお願いします。はい、ただいまの時間は、親子ラジオシピーレンの番組をお届けしております。ゆきさん、はい、はい、あ、ごめんなさいね、急に振って急に振りますので、はい、あの、私たちしょっちゅう出てるんですけど、はい、大丈夫ですかね。いや、やっぱ声かわいいですよね、小学生ね。そうですね、小学生はね、私も可愛い話してるんですけど。いやいやいや、いいコンビなので可愛いです。そうなんです、結構、はい、なんかいい女なんですよ。女子トークね、バリバリね、お家でもね、そうだよ、あんまり子供と思わないというか、ね、長女なんで、うん、ゆきさんは長女です。あ、長女、あ、はい、いいですね、長女の気持ちが分かるというか。うん、本当の長女です、本当の長女というか、はい、あの一番上の、ね、はいはい、一番上です。こっちはお兄ちゃんがいての末っ子の長女なんですけど、はい、やっぱり長女っていいんだよ。そうなんだ。うん、でも見た目はまだまだ可愛い小学生、小学生、お子様って感じですけど。生意気ですよね。そうかな。あ、言葉がね、いろいろ最近覚えてきて、お兄ちゃんからの影響で使い方がすごく間違ってるんですよ。でもそれがすごい面白くて、はいはい、お母さんすごい絶景だねと言ったら、急に不倫って言葉を使ったり、おお、なんでこの言葉をって。絶景だね、絶景、この景色綺麗だねじゃなくて、うん、絶景だねって、この絶景という言葉をどこから習ったのと、お兄ちゃんと、不倫っていう変な言葉を習ったのとお兄ちゃんとか、もういろんなこともね、いいことも悪いことも影響力があるっていうことで、うん、はーはーはー、あ、こんな言葉しゃべるんだみたいな、そう、びっくりしちゃって、でも使い方間違ってることみたいな。そうなんだ。うん、そうそう、でもそこはね、楽しい、親大人としては面白いんだけど、うん、そう、その言葉に今日は、ね、ちょっと関係するんですが、はい、普段はね、普通にしか使ってない言葉だけど、あの、この本、ここにもちょっと見せるんですけど、この本当にね、本も黄色い本、クガニ言葉っていう本が出てて、はいはい、今日実は私誕生日なんですよ。おめでとうございます。はい、6月8日、はい、今日誕生日なんで、はい、で、このちょっと前に主人から図書カードを、
プレゼントもらったんですね、はい、何がいいということで、うん、でこの本を買っちゃったんですよ。すごい面白そうと思って、うん、でこのクガニ言葉200、ウチナーグチュが伝えることわざ、はいはい、キララ知ってた？うん、知ってた。あ、知ってた。図書館にある？図書館にはないけど、ああよくお母さんと一緒に図書館に、図書館とか本屋さんに行った時に、ああたまに見た。お母さんがそうで、前から見てたから、ね、立ち読みしてて、そうそう、そこでさ、ちょっとアクセントは違うと思うんですけど、はい、若さる南寺コーティン氏ってあるんですよ。若いうちの難儀は勝ってでもせよ、はいはい、難儀とか苦労は辛いものですね。辛い目に遭うのは嫌だから、できることなら避けて通りたい。しかし逃げてばかりでは成長はしない。人は多くの困難を乗り越えて初めて一人前になるもの。こんな場合にはこうしよう、ああいう場合にはああしよう、そういった物事の考え方や判断力、また忍耐力や心の豊かさなども苦労を通して育まれる。だから心身の柔軟な若いうちに、ああ積極的に苦労を体験しなさい。その体験は自分の成長へつながり、将来財産となって生きてくるという教えなんですよ、うん、だから若いうち、頭が柔らかいうち、いろんなものが吸収できるうちにということで、でもね、どうしても難儀したくないとかね、苦労したくないって逃げちゃうよね、うん、ね、うん、だけどやっぱ大切なんだよ。お、後ろ、あ、大丈夫何か、ごめんなさいね、これ触れないんですよ。何かに、はい、あ、はいはい。ツイキャスがおかしいだけ。お、これ、あ、ツイキャス、あ、そうなんですか、どちら様から。ユウさん。ああ、ユウさんですね、ありがとうございます。そうそうそう、図書館で立ち読みながら借りたいの。そうなんですよね、これは図書館でもあったのかな。最近出た本なんですが、いい本って結局ね、もう一回見たいっていうことになるんで、まあ、買っちゃうんですね。その場で立ち読みしちゃうんですけど、うん、この本いいよ。ちょっと難しいかもしれないけど、お母さんが読んであげるから今度ぜひね、皆さんね、このたくさんいろいろあってもチョイスはしたんですけど、でも30分じゃ終わらなくなっちゃうんで、ぜひ皆さん動画も発信してますので、この今本も見せてますが、この黄色い本ですね、これをぜひ、はい、はい、ユーストリームに映ってます。今ちょっとツイキャスが切れてしまっていて不調なので、よかったらユーストで確認してください。ユーストの方でじゃあお願いします。ね、私もこの本図書館で読みました。あ、そうなんですか、はいはいはい、いつも借りられてるんですよ。だからでも欲しいなと思ってたんで、ちょうどよかったんですけど、お誕生日プレゼントということで。お、よかったですね、うん、なんかこういう言葉に助けられますよね、やっぱり。なんで自分がこんな苦労しないととかね、思う時あると思うんですけど、こういう言葉があると、あ、まあ勉強だなみたいな、うん、教訓を の書いたのカレンダー、最近流行ってるじゃないですか、はい、私は松岡修造さんの買ったんですけど、はい、あれですかね、あ、スタジオに、さあちょっとこれ2番目のやつですかね。そうそうそう、そんな感じので、うん、分かりやすくね、はい、書いてもらってて、うん、あーって思いますよね、うん、それで、うん、トイレとかにもよく飾ってるとこもあるんですけど、あ、いいなと思って私も買いました、うん、いいね、やっぱりこういうのね、言葉ってね、助けられるね、うん、そう、傷つけることもあるんだよね、やっぱりね、言葉って。だけど助けられることもあるしさ。で、今日はキララさんにも来てもらったのは、実は去年ですね、ケンジの塔ってゆきさん分かります？ケンジの塔、はい、分からない。平和記念公園分かります？はい、で、ほら、6月の23日に、はい、東京からも総理大臣さんがいらして、はい、去年は安倍首相がいらして、はい、この高校生とかが発表するじゃないですか、うんうん、ああいった感じで、はい、各この慰霊の日が小さいのがたくさんあるんですよ、はい、そこのこのケンジの塔っていうところ、うんうん、お隣になるんですけど、はい、そこでのこの発表で小学生に読んでもらいたいということで、はい、ちょっと応募して、はい、ちょっと採用されたんですよ。もう去年になるんですけど、はい、そのお話をこの校長先生もしたら、いいね、これぜひ今度ね、慰霊の日とか、はい、そういうの学校でも やりたいねって言ってくださって、今日はまずはこの FM 宜野湾でお披露目しようかと思って、はい、はい、待ってよ、はい、あなた早口になっちゃうからね、ゆっくり丁寧に読んでみてください、はい、BGM はある方がいいです、ない方がいいですか、はい、ない方がいい、ちょっと静かにしようか、じゃあ、うん、どっちでもいいですよ、はい、じゃあよろしくお願いします。平和の誓い、
4年1組中地キララ。皆さん聞こえていますか？波の音が。聞こえていますか？木々を通り抜ける風の音が。71年前のあの日もこんなに暑い日だったのかな。私のクラスの友達がひいひいおばあちゃんが毎日書き続けていたという日記を学校に持ってきました。その日記にはこう書いてありました。私だけ生きていていいのだろうか。こんなに幸せな生活を送っていていいのだろうか。とそこにはひいおばあちゃんの本当の心の叫びが綴られていました。私はなんか急に胸が苦しくなり、そのひいおばあちゃんがかわいそうに思いました。戦争はずっと前に終わっているのに、まだひいおばあちゃんの心の中では戦争は終わっていなかったんだなぁと分かりました。戦争は同じ人間同士がお互いに傷つけ合い、苦しみ、悲しい思いしか残らないものだと思います。そんな戦争は私はとっても怖くて大嫌いです。でも残念なことに、世界の中には今でも戦争に怯え苦しんでいる人々がいっぱいいるということです。今日も私の頭の上を、学校の上をヘリが飛んでいきました。あのヘリもどこか戦争をしている国に行くのかなぁ。雲一つない真っ青な空を見上げるたびに心配になります。戦争は一人一人がお互いに思いやる心を持ち、相手の気持ちを考え、優しい心を持つことでなくなると思います。また私たちは71年前に起こった戦争を絶対に忘れてはいけないのです。戦争をなくすために、戦争の怖さを伝えていき、人の命の大切さを考えていく必要があると思います。みんなが笑顔であふれ平和な世界が続くために。マブニーの丘の祈りの歌に、夏の真昼は青い空、誓いの言葉今も新たな、ふるさとの夏。沖縄の6月は白い花がたくさん咲くと言われています。月桃の花、鉄砲ユリ、伊豆の花どの花も白い服を着て凛と背筋を伸ばして気品にあふれ咲いています。まるでこの大切な6月という月のために元気に咲いているようでした。今日はその花を見つめ、優しい気持ちで手を合わせたいと思います。はい、ありがとうございます。もうごめんなさいね、ゆきさんね、あちこち走り回らして大丈夫ですか？どうでしょう、私自分の娘なんで何とコメントしていいのか。これって自分で書いた文章を読んでいるんですか？はい、そうです、そうです。で、まあ、ちょっとは手直しは先生と一緒にやったんですが、うん、お友達、あ、そうか、この6月に入って去年ですけど、先生がなんかこの戦争に関する本とかお話とか、このお家の方から聞いたことをちょっとみんな報告というか話してほしいなということで、道徳の時間かな、はい、そういった時間にそのみんなで平和についてお話しした時があったらしいんですよ、うん、そしたらこのクラスの、ね、男の子が、はい、おばあちゃんの日記持ってきた、うん、ひいおばあちゃんの日記持ってきたって言って、はい、みんなで普通に平和日記って何って普通の、ね、日記だと思ったら、うん、この戦争のことで、もう私だけ生きてていいのだろうかって、うん、みんなびっくりしたらしくて、はい、生きるって普通にね、はい、こんな自分の命を絶つようなことを考えてる人がこんな近くにいるっていうか、うん、何だろうって、戦争って何なんだろうって、ちょっともうびっくりしたみたいなんですよ、うん、はい、でこれを聞いて先生がこれを日記をね大切にしなさいね、うん、すぐ持って帰りなさいってことで持ち帰らせたらしいんですけど、うん、でみんなでこの命ね、このおばあさんはなぜそう言ったのかなって、本当はね自分もね死にたくなくね、腰長生きしたおかげでこうやって孫も生まれて、うん、みんなで今幸せに暮らしてるんだけど、でも恥ずかしい、生きてて恥ずかしいとかいうことを思わせるこの戦争ってすごいね、うん、怖いねっていう話をね、うん、担任の先生としたんだよね去年ね、うん、怖かった。
った。で、そのことをじゃあちょっとお手紙書きたいという感じで書いて、で、まあ、感想文だったんですよ。で、うん、やっただけなんですが、このネットでこの賢治の塔のことでところで、この発表をする方はいませんか、うん、っていう募集があって、うん、はい、また知り合いの方から出してみないって言われて、あ、じゃあちょうどこの感想を書いたから、この感想文をもう少し長く、もうちょっと短かったんですが、はい、して、まあ、この月桃の花っていう歌も入れたんですが、うん、はい、この花の歌の、何番だっけ、途中ね、 3番かな、4番か、わかんないな、ね、3番か4番ぐらいだったね、うん、このマブリの丘の祈りの歌に夏の真昼は青い空って、このちょっと似てたもので、うん、景色と、うん、ね、似てた。で、 この作文を書くときに、書く前に実は家族だけで行ってみたんですよ、この賢治の塔に、はい、すごい綺麗なところだった、うん、自然がシーンとしてね、うん、やっぱりその日はたくさんの方が来場して、はいはい、拝みにいらっしゃるんですが、うん、その前はお掃除をされてるんですけど、うん、本当に静かで、セミの声とか、遠くで聞く波の音、はい、木々のね、ざわめきみたいな感じのしか聞こえなくて、うん、ちょっとね、それようなすごいなと思って、そこ、ね、わーってね、思ったね。で、それを聞いて、見てから、また続きを書いたというか、うん、で、この文章に仕上がったんですが、うん、で、またたまたま、まあ、6月はこの白い花が多いんですよね、うん、何年だった、月桃の花、月桃の花ご存知ですよね、鉄砲ゆり、どんなでした、あ、白ですね、うん、3人の葉っぱのところに白い、この垂れ下がる、うん、あの花とかも、鉄砲ゆりも真っ白、うん、で、イジュの花っていうのも、はい、ちょっと白いお花がちょっと咲くの気になってるんですけど、はい、全部6月がシーズンで、うん、そうですね、わ、本当白い服、この子たちもね、清掃はやっぱり上が白でしたがね、うん、黒でなんか清掃してる感じよねって、うん、で、またピーンと張って、うん、この鉄砲ゆりなんかもね、うん、背筋を伸ばしてるみたいねっていう発想が、うん、あ、これいいね、こういう風に描いてみようねってことでね、うん、ちょっと難しい言葉もあるんだけど、うん、そういう観察力もすごいし、で、具体的な体験って、うん、まあ、戦争はね、体験してない、うん、これ聞いたことだけど、はい、それを自分がたまたま目にした日記を、これを読んだという体験が具体的に書かれているしね、はいはい、すごいいいなと思いました。もうこの綺麗な心で、うん、書かれているなと思いました。綺麗な心で書いてるね、書いてる時は綺麗な心なんだよね。え、じゃあ普段は綺麗じゃないって言いたいの？違うね、そのね、ちょっと反抗気味なところがね、まあ、成長を感じるんだけど、母親としてはちょっとくっそーみたいなところもあって、まあ、でも楽しいね、こういった感じで何でもこの受け入れる姿勢っていうか、そこはお母さん大好き、うん、で、この子が好きな、今日のリクエスト曲でもあるんですが、はい、何だったっけ、私がお母さんがキララが説明してくれる、うん、大好きな現代版組踊りシリーズ、キムタカの雨終わりのテーマソング、キムタカの歌をお願いします。はい、3でしたっけ、4でしたっけ、4でした、4番ですね、お願いしますね、はい、もう流していいですか。うん、いいですよ、はい、流してから、じゃあ、あと、語り継ごうではないか。どんなに歳月が流れても、何百年が経とうとも、アダンマの陰で燃えて眠る情熱を、キムタカの子らよ、夢忘れてはならぬぞ。アナーはどこから来たか、シャタンマギリゲラ村から来たか、東から来たか、南蛮から来たか、カナーは天から降りてきた、カナーは天から降りてきた、アマワリカナこそキムタカのアジ、キムタカのアジ、発煙のアジ。
この曲はキムタカのアマーリのテーマソング、キムタカの歌。キララが大好きな曲ね。はい。これは7月公演があるんですが、いつですか？はい、7月2日土曜日と3日日曜日にやっています。はい、お時間は？はい、土曜日と日曜日で時間が異なりますので、そこの点気をつけてください。7月2日土曜日昼公演は12時30分開場、13時開演、夜の部が17時30分開場、18時に開演。7月3日日曜日昼の公演は17時30分開場、12時に開演、夜の部が16時30分開演、会場17時に開演となっています。はい、場所はどちらでやるんですか？はい、うるま市活園キムタカホールでやっております。はい、ではお問い合わせは？はい、お問い合わせ、あまわりロマンの会事務所、事務局、はい、電話番号098-978-0608、もう一回、098-978-068です。0608、0608でした。間違ったら大変だよ。はい、はい、これね、キララ見に行こうね。はい、もうチケット取ってあります。はい、ぜひ皆さんもね、お時間がございましたら、これもね、中学生高校生が、音楽から舞台ね、演出まで全部やってますよね。はい、すごい楽しいよね。キララ見てね、感動したよね。はい、初めて見た時とっても涙が溢れました。じゃあね、みんなも見てほしいね。はい、では、いつものコーナーでシピューレの副会長荒垣真由美さんからのお願いが届いてます。はい、安全運転で見配り、気配り、心配り、心のゆとりを持って今日一日笑顔で頑張りましょうね。シピーレン副会長荒垣真由美さんからのお願いでした。はい、ありがとうございます。はい、今日は田村会長さんも藤波さんもちょっとお休みで心細かったんですが、もうよかった、ゆきさんもいるしキララもいるし、はい、もう大好きでしょ。就職決まるね、お願いしようね、絶対に。ラジオ局ラジオ局ね、向いてますよね。大丈夫ですかね、この喋り方すごくハキハキして。でほら、こんな感じのところがまだまだ4年生なんですよ一瞬ね、みんな大きいから、ね、うん、しっかりしてるって言われるんですけど、とんでもないもうよかったね。じゃあぜひね、お願いしようね。はい、はい、普天間小学校のお知らせとして、6月12日今週ですね、日曜参観となっています。 1,2,4 工事が授業参観で、3工事目が学校経営説明会しますので、体育館の方で皆さんぜひいらしてくださいね。でシピーレンからのお知らせ、ちょっと、田村さんからは受けたまっておりないんですが、6月18日に一応シピーレン の新旧会長会ということで、もう今度降りた方と、また新しくなる方、会長さん方との交流会があります。とあとはキララのところはなんだ、あ、4年生の学年行事がまた4月25日はい、あります。どっち日ね、どっち日わかります？ゆき、はい、さん、何ですか？どっちボールわかりますはい、どっちボールの、フリスビー版です。フリスビー版、ボールじゃなくてフリスビーで、そしたら男の子でも女の子でも痛くないっていうか、うまい子が必ず、ね、当てられるとかなって、結構難しいんですよ、ブーメランみたいに投げて、はい、たまに数が増えてたら変な投稿行ったり、ふ、うん、って避けられたり、それどっちビーティングみたいな、それを今度学年行事でやるんですよ、うん、ね、楽しみだね、はい、またみんなでね、楽しくね、盛り上げてね、出ましょうか、こう、楽しくしようね、はい、イエーイ今日の担当は普天間小学校 PT 会長中地真由美と、普天間小学校4年1組中地キララと、 FM ギナワンゆきでした。はい、ありがとうございますね、はい、もうこんな感じです。田村会長ごめんなさいまた呼んでください。はい、楽しかったね。うん、どうぞ最後に、最後に、今からバレー部行きます。今からバレー部行きます。